にちは。こんにちは。さあ、ベストナインおじさん、はい、ちょっと最近ベストナインずっとまあやってなかったので、ゲストの方もまあいらっしゃらなかったので、まあそうだね、はい、ベストナインを、ベストナインというか、はい、まあ、ベストナインに近いんだけど、はい、活躍してる選手、この1週間で、はい、で目についた選手をちょっとピックアップして、うん、はい、ちょっと話をしていきたいなっていうふうにちょっと思ってるんだよね。ということは7月の、まあ、直近だと6日の週からの、まあ、6連戦、まあ大体ね、その中で、はい、うん、まあ、トータル的にちょっと目立った選手というか、今後活躍がもっとしていくよとか、はい、これ落ちていくよっていうような選手たちを、はい、ちょっとピックアップしてみた。これちょっと毎週1回なんか、ああ、そりゃそうだね、やっていきましょう、はいはい、週刊、はい、なんかベストナインおじさんの今週の一押しみたいな、ね、本当だよ、本領発揮だよそうですよね、そうですよ、はい、で今ちょっと私手元に資料あって、ゆたかさんから渡されて丸がついてる選手なんですけど、はいはい、まず今日はセリーグから、はい、セリーグ、まずは、あ、広島の堂林選手、堂林いいね、今年、いや、いいですよね、いや、あの覚醒してるというかさ、はい、まあ、満塁ホームランも打ってるし、はい、決勝満塁ホームランかな、はい、まあ、そういうことも含めて非常にあのバッティングが変わったね、変わりました、あの強引さがなくなったというかさ、はい、広角に打てるようになってるという、うん、まあ、そのために率も残ってるというね、はい、だから今後このままの調子でいけば、はい、まあ、一つのポジションを奪ってしまうかなっていう、いいですか、堂林は覚醒してる、覚醒してる、はい、続いてDeNA の梶谷選手、あ、梶谷ね、はい、まあ、DeNA はさ、うん、2番ソト、3番オースティン、まあ、4番に下がって、こうすごく重量打線が続く中で、はい、誰が1番を打つかだったんだよね、うん、で上里っつっても上里がなんかちょっと心もとないしみたいな、うん、で梶谷を据えたところ、まあ、非常に安定した成績を残してきているという、はい、まあ、先頭の打者ホームランも打ってるしさ、うん、なんていうの、固め打ちもしてるし、だから非常に、一番がハマってきたなっていう、はい、これだと重量打線プラス梶谷ということだとさらに重量打線に厚みができるという、そうですね、うん、相手ピッチャーも嫌ですね、足も使えるからね、そうですよね、うん、で同じく DeNA からなんですけど、あの話にも出た佐野選手、いや佐野が4番でさ、はい、どうなのかなっていう、やっぱちょっと線が細いんだよね、各球団の4番打者からすると、はい、でもまあつなぎの4番だとか、うん、確率性の4番っていうことを考えると確率を出してきてくれてるよね、はい、だからそういう意味では非常に頼れる4番にだんだんなってきてるという、うん、おお、やっぱり強い、あの位置にあるだけ、チームがあの位置にあるってことは、やっぱ選手がこうやっていい選手を出してきてるってことなんですよね、で続いて中日の高橋周平選手、高橋周平はね、はい、やっぱ得点圏打率、うん、それとねバッティングが一皮むけてるわ今年ですか、ああいい、うん、どのあたりが特にいいんですか、やっぱね、ちょっとね迫力はなくなったのよ、一時期の若い時の一発っていうのは迫力は欠けてるんだけど、はい、だけど確実性は確実に増してるよね、うん、だからそのために得点圏行った時に一番怖い打者になってるよ今、うん、だからその考え方のちょっとした変化によって、はい、やっぱこう名古屋ドーム、うん、ホームランっていうのはなかなか出にくい、うん、そしたら確率を求めに行く、はい、その形が素晴らしく良くなったよね、うん、じゃあ何かこう選手的なマインドとかもちょっと変わってきてるってことなんですかね、うん、そしてヤクルトの青木宣親選手、やっぱり青木がやっぱ引っ張ってるね、いやもう大ベテランですもんね、それとね、やっぱ青木が持ってるその打席での執念、はい、それがこうヤクルト打線に浸透してるというかさ、うん、そんな感じを受ける、うんうん、だからキャプテン今年からやってるけど、はい、だから非常にいい具合に青木の背中を選手たちが追ってるのかなっていう、うん、そういう存在感だよね、いやだからヤクルトに青木選手がいてよかったですね、あ、戻ってきてよかったよね、うんうん、そして阪神のボーア選手が入ってきました、いや今週のボーアは打ってくるよ、ね、私心配、最初は心配、いや最初は心配だったでしょ、はい、まあ、でもさ向こうでもさそこそこ打ってきた打者だけに、うん、まあ、きっかけをつかめばっていうふうに思ってたんだけど、はい、ただきっかけをつかめないで落ちるケースだってあるじゃない、はい、もう精神的に病んでとかさ、うんうん、そうじゃなくてある程度こう 出始めたし、はい、あと左ピッチャーから2本のホームランを打ってるんだよね、はい、で左ピッチャーに弱いって言われてたのよ、はい、それがこの前そのメルセデス
から決勝ツーランかな打って、はい、そういうホームランでチームが勝てるということはさ、やっぱ乗っていける状況を自分で作り出したというね、うん、だからこれから左を当てとけばいいっていうことではなくて、はい、やっぱ怖さが出てきてるから、はい、だから非常にボーアにも期待をしたいなという。ボーア選手は大丈夫ですか、落ちてはいかないというか、もう安定、キャラクター的に非常に明るいキャラクターでもあるじゃない、はい、だからああいう選手が一回乗ると、うん、でチームにもなんかこう溶け込んでるし、はい、だからいい感じでいくかなっていうふうには見てる。じゃあ野手は今挙げた選手たちが、はい、まあ、今週というか1週間の、うん、まあ、豊さんのベストナイン状況、はい、で続いてピッチャーなんですけれども、はいはい、まず DeNA の平はやっぱね、はい、冷静にゲームを作るね。でやっぱ名前を平って聞くとさ、はい、ちょっと弱い感じがまだ実績的にはするんだけど、はい、やっぱ投げてること、はい、やってることやっぱしっかりやってくれてる、はい、うん、だからそのゲームをちゃんと作るからね、防御率も 0.95 ですからね、うん、だから非常にいいと思いますよ、はい。で続いては阪神の青柳投手。青柳はね、あの雨の中ね、はい、よくあの DeNA 打線をやっぱちゃんと抑えたと思うよ、はい、もう足が滑る中でさ結構ね、で阪神がその最初スタートダッシュつまずいたけどさ、はい、まあ青柳っていうのはしっかりやってたし、だからそういう意味ではこれからちゃんとした安定して投げてくれるんだろうなっていう期待感も込めての、うん、あるね、うん。私もあのプロスピで青柳選手活躍してくれてるんで。バカやわ。ああそう。そうなんですよ。青柳選手確か S 引けたので、今頑張って活躍してくれてます。青柳先生ありがとうございます。ド S の森藤が S 引いたの。はい、S が S を引きました。まあそれ置いといて、続いて広島の森下投手。森下はね、はい、まあ、登録抹消になったよね。一軍帯同で調整をさせるっていう風になったんだけど、はい、やっぱり DeNA 戦であの2回目の対戦で、はい、まあ、立ち上がり2点取られて、うん、ガタガタになるかなっていう風に思ったら5回を2失点で投げ切ったんだよね。球数はかかったけど、はい、雨の中ね。だけどじゃしっかりゲームを作れるピッチャーなんだなって。すごいですね、やっぱ冷静だわこの子は。1年目から、うん、1年目から、はい、だから非常に冷静だし、だから期待がものすごくいい時は誰だって抑えるわけよ、はい。で初めての対戦の時っていうのはある程度抑える確率はあるんだけど、はい、2度目の対戦で立ち上がりパンパーンって4連打かなんか食らって2失点した。その後どうなるかなと思ったらそれで持ちこたえたからね。すごい、あ、大したもんだなと思って。そうですね、うん、さあそして巨人の菅野投手です。いや、まあ、やっぱ菅野はさすがだね。エースですね。エースだね、はい、だからまあ完封したというね、うん、まあ一つ、まあ、自分で弾みをつけたというね、はい、うん、で次このなんか四角で囲ってあるのはこれは何ですか。もうね、抑えピッチャーガタガタなんだわ。これはベストナインとかその活躍したってんじゃなくて、はい、こうもうちょっと抑えピッチャー頑張らないかんよっていう、あ、その気持ちを込めて各球団のほぼ全ての西、まあ、山でしょ、はい、岡田でしょ、はい、まあ、山崎康明、はい、まあ、藤川球児、はい、マルティネスで広島菊池ね、まあ、巨人デラロサあれですけれども怪我したからね、はい、だから、まあ、みんな苦しんでるよね。うーん、そうですね、今年は。だからお客さんが7月か10日から入った、はい、勝ちゲームでポンとマウンド上がった時にファンの声援がどれだけ心に響くか、はい、背中を押してくれるか、うん、まあ、それに期待はしてるけど、はい、いや抑えピッチャーがねどの球団もね苦しんでる。そうですね、うん、抑えたってただでは終わってない。打たれたりしてる。だからそこら辺もうちょっと頑張るという、まあ、お客さんが入ってきたらまたちょっと変わってくるかもね、気持ち的にっていう、うん、やっぱ気持ちでいくピッチャーが多いから抑えを任されてる人たちって、はい、だからシーンとしてるところで自分だけ気合満々でいってもなんか乗れないんだと思う。でもファンがよしっていうね期待感を持って背中を押してくれると、はい、ちょっと変わってくれるといいなっていうふうに思ってるけどね、はい、じゃあ抑え投手はちょっと今回なしということで、はい、で中継ぎ、はい、は中日の福投手、ほらいいよ、うんうんうん、この前見たけどやっぱね球も速くなってるしボールが切れてるね、はい、だからすごく
服を持ってくるっていうさ、最初にデビューした時なんか、はい、名前がいいじゃん、服って。いや、すごくいい名前ですよ。だから服をもたらしてほしいなという。中日がね、本当に苦しんでるのよ、はい、延長多いし、いつも延長してんのよ。いや、本当延長ばっかりです、ね、勝ったり負けたりしてるからさ。そうなんですね、一時期打者が出てきちゃった時もありましたからね。そうそう、代打でね、使い果たしてしまって、ね、でも10回で打者を使い果たすっていうのは、はい、ちょっとベンチにもベンチワークにもちょっと問題があるけどね、はい、問題あるけど、うん、まあ服なんていいからさ、ちょっと注目だよ。注目、はい、さあ挙げましたけれども、この中でじゃあ、はい、週間 MVP1 人決めるとすると、ゆたかさんいます？ MVP、 はい、ベストナインおじさんの今週の MVP、 週間 MVP、 はい、どうだろうな。野手ですか、まずピッチャーではない。やっぱ俺高橋周平の得点圏打率が5割以上ある、5割、はいはい、っていうのはすごいなっていうふうに思ってるよね。じゃあもういいですか、高橋周平選手で、でいい、今週の勝手ながら、うん、ベストナインおじさんの今週の MVP は、ね、中日の高橋周平選手。まあピッチャーで言えば、はい、誰だろう、やっぱ完封、初めて完封したのかな、両リーグ。あ、セパともに今シーズン、はい、だからそういう意味では菅野かなって思うけど、ね、あ、じゃあピッチャーは菅野投手、野手は高橋周平選手ということで、はい、分かりました。じゃあ次回はちょっとパリーグの方をやっていきましょう、はい。